では研ぎ出しをしていこうと思います。とりあえずもうね、表面2回目の粗取りした後にもう一回サフを拭いた、サフじゃない、クリアを拭いたんで、とりあえず今からですね、研ぎ出しをやるんですけれど、これもうちっちゃくなっちゃった。モデラーズが出してるコンパウンドなんですけど、この前も動画見てくださった方は分かると思うんですけど、もう売ってないです。ちなみに僕はストックが1個あります。で、まあ売ってないだったらもうできないじゃんっていうような考えじゃなくて、タミヤが出してるこれね、これでも十分いけるんで、これのまあ細めからスタートでいいかなとは思います。粗めもあるんですけれど、あれはちょっとね、取れすぎちゃう気がするんですよね。で、まあもちろんこれ、その3種類入れてて、この仕上げ目も使いますんで、これ、まあ、この3点セットでね使ってもらえるといいと思います。だけどまあこれは使わないかなっていう、まあ、状況に合わせてですね、まあ、これスタートでいいと思います。細めスタートで。まあ、ちょっと僕はまだこれあるんで、まあ、お店でねちょっとね箱見かけた時はですね、貝です。意外と2000番っていうね、意外と粗いもんなんですけど、これは特になんていうんですかね、研ぎ出しがしやすいです。で、まあどのコンパウンドでも言えるんですけど、これはちょっとでいいんでね、これはよくあるクレオスのなんていう名前だったかな、一応タミヤが出してる、タミヤが出してるコンパウンド用のクロスですね。3枚入って1000円ぐらいだったかな。まあ洗ってねまた使えるみたいなこと書いてるんですけど、大体もう一回もういい加減ちょっと疲れ始めたらもう捨てちゃいます。で、まあこれをねこんな感じでちょっと折り曲げてやって、ここにちょっと米粒2つ分ぐらいをつけて研いでやります。で、研ぐんですけど、この時にね左手にグッと力が入って割れちゃったとか、そういう風になるととても悲しいので気をつけてください。なかなかね持ち方ってね難しいんですよね。で、研ぐ目安としては天井のこの作業台のところにある電気が映るぐらいっていうぐらいじゃなくて、天井の電気がはっきりと映るぐらいを目安にやるといいです。で、いくらコンパウンドって言ってもやっぱりこう何ですかね、1枚落ちていっちゃうんで、表面をですね1枚落とすような感覚になるんで、擦りすぎると塗装がどんどん削れて地肌が見えて悲しいことになるんで、エッジには気をつけてやってください。
まあこれがね中仕上げっていうところですかね。これでも十分綺麗にはなるんですけれど、まあ、僕はそれではちょっと物足りないんで、でねちょっとこれ長い作業になるんで一回ここでカットします。